先の本土空襲の借りを返す絶好の機会だ。不正確な爆撃だったために被害こそ少なかったが、それでも大日本帝国の防衛線が破られたことに変わりはない。我々は事実から学ばねばならん。大陸を重視する陸軍にとっても太平洋の戦略的重要性を認識するに至った。それは我々海軍との連携強化を意味する。そこで次の作戦では敵飛行場を制圧して陸軍部隊の道を開く。砲台を確認しました。敵機が現れました。敵の飛行台接近中。特別補給を入手しました。特別補給を終了しました。いつでも使えます。
接近。出現方角から鑑みるに島から飛び立ったものではありません。何？また敵機だと？どうやら米軍の空母が近くにいるようだな。探し出せ。もう一泡吹かせてやろうじゃないか。攻撃隊を準備し、空母を撃沈せよ。敵の偵察機です。叩き落としてやれ。
敵潜水艦を発見しました。敵の空母です。速やかに排除しなければな。敵機を排除しました。敵飛行隊を撃破しました。
しました。次々と基地を失っている。我々はまるで津波のようだな。敵を押し流す波だ。何人も津波を止めることはできん。我が海軍はいずれハワイをも飲み込むだろう。